吉川尚輝、27、2割8分4厘、7本、31打点、16盗塁、OPS 0.723、UZR プラス 12.0、WAR 4.3、2塁手1。地味だよな。ちょっと前の巨人ならクリーンナップ打ってそう。実際3番打たせてたからな、今年も去年も。菊池のせいであと2年くらいはゴールデングラブ取れなさそう。2塁手で通算2割8分近くあるのは結構偉いと思う。3割打ったことないけど毎年安定はしてる。OPS 0.8 くらい打てばマジで良い選手になるよな。岡林と同じ守備で稼いでる選手か。セカンドで OPS 0.723 って言うほど守備だけじゃないやろ。こいつ WBC に呼ぶなら牧原みたいにいろんなポジション守れるやつ呼んだ方がよくねってなる。誰？ソフトバンクのユーティリティ、3割3厘、6本、40打点、OPS 0.748、ポジションは投捕以外どこでも。怪我しなければ、毎年2割7分5厘、8本ぐらいやってゴールデングラブ取り続けそう。パワーあるのかよくわからない人、守備も、まあまあいい人。牧、83打点、山田、65打点、阿部、56打点、糸原、36打点、菊池、45打点、吉川、31打点。なんか打撃も守備も荒さがいつまでも治らんイメージ。打率が3割2分あたりになるとオーバーヒート中や近日中に離脱する。ここ最近は三振減ったし簡単に三遊間抜いてくし、引っ張れば長打打てるし普通に嫌なバッターやろ。ようやっとる。でもできれば24、25歳くらいの時にこの水準になっててほしかったな。